はい、レンドロボーでーす。はい、今日はですね、2回目の投稿となりますけども、実はですね、先ほどの ETC カードのね、熱による破損の話をしたんですけども、いつもお世話になっている企業さんですね、ドライブレコーダーのね、メーカーさんから連絡があって、あの動画の方を拝見させていただいたんですけども、実はそのドライブレコーダーのマイクロ SD カードでも、そのような症状が今出てるという報告が何件かあるので、できればちょっと動画の方で周知していただけないでしょうかっていうことで、急遽ね、動画の方を再度作成させていただきました。で、症状的にはですね、やはり、先ほどのETC カードの IC チップと全く同じ状況で、一応耐熱はまあ大体そのマイクロ SD カードのその製造してるところにもよるらしいんですけども、大体50度から60度と言われているそうです。もうこれさっきと全く同じ話になるんですけども、結果的にはドライブレコーダーに入ってるマイクロ SD カードに入ってますよね。でそこにどんどん記録がされてって、で、万一事故があった時に、そのカードを抜いて、まあ、パソコンとかでね、再生して、まあ、証拠画像としてね、動画として見るんですけども、結局、表向きは、普通に録画モードになってるので、運転手さん、たまにね、赤いランプがついてるとか、赤いランプが点滅してるっていう確認されると思うんですけども、その外見は正常です。ただ、実際には記録されてない状態となっているそうなんで、定期的なね、SD カードのチェックっていうのをしてくださいっていう連絡をいただきました。で、この炎天下ね、やっぱり先ほどの話じゃないですけども、室内、車内ですね、70度近くなって、で、ドライブレコーダーっていうのは、ETC の本体より過酷な状況の場所にありますよね。まあ言ったらフロントガラスに貼り付けてるとか、ミラーにね、被せてるとか、純正ミラーから交換してるとか、まあ結局、直射日光をまともに浴びやすい状況なんで、おそらく ETC よりは熱を持つんじゃないかなと個人的には思ってます。で、私もね、ずーっともう放置してて、今回企業さんに連絡もらってから初めて知ったことなんで、ちょっとまた車に戻ってね、マイクロ SD 抜いてみてデータがしっかり生きてるかどうか確認しますけども、まあできれば皆さん青空駐車されてる方に関しては ETC カードとマイクロ SD カードの、抜き取りですねはした方がいいかなと思います。で、今年もうほぼ本当に35度っていうのが、まあ、特に大阪はですね、35度っていうのがもう当たり前のようなね、もう炎天下がずっと続いてますので、その青空駐車されてる車の中っていうのはもうすごく過酷な状況だと思います。やっぱりその状況の中でね、大事な、せっかくね、ドライブレコーダーをつけて、マイクロ SD も入れてるのに、もう、それが壊れてるのを分からずして、普通にね、安心して運転してて、毎日のことがあった時に、ね、結局役立たずになってしまいますんで、まあそういった意味も含めてですね、ETC カード、マイクロ SD カードのね、抜き取りは、ぜひやっておいてください。まあある程度ね、熱というかね、9月ぐらいになってくると、太陽の熱もどんどん下がってくると思いますんで、まあそれは皆さんの地域によってよりけりなんでね、そこは皆さんの判断でお任せしますけども、かなり室温が上がる炎天下の中で、駐車される状況の方に関しては、面倒ですけども、カードの抜き取りだけはしっかり行っておいてください。はい、今回ですね、ちょっと急遽、メーカーさんからね、連絡いただいて、ドライブレコーダーも同じ症状になるっていうことをね、皆さんにお伝えくださいっていうことなんで、上げさせていただきました。で、まぁ、今回はね、これで終わらせてもらいますけども、本当に先ほども言いましたけども、もう暑い日が続いてますんでね、水分補給しっかりして、ね、無理のないね、外でお仕事されてる方、無理のないね、自分のペースで水分補給しながら頑張ってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。